どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。あらトランクス、もう戻ってきたの？それとも忘れ物？母さん、俺用事ができてしばらく家を開けないといけなくなりそうなんだ。え？長くなりそうなの？わからないけど心配しないで、絶対に帰ってくるから。わかったわ、十分に気をつけるのよ。うん、行ってきます。それでその海洋深海にはどうやって行くんですか？海洋深海へはこのキビトが連れて行ってくれます。ではキビト、お願いします。はい、私は人間ごときを我々の聖域に踏み入れさせるのは抵抗がありますが、やむを得ません。なんだかこの人には嫌われてるみたいだな。では私のそばへ。あ、はい。さあいいですよ。かいかい。かいかい。だ、これは瞬間移動ですか？ええ、キビトの得意技なのです。海洋深海へようこそトランクスさん。ここが海洋深海か。少し地球と似てますね。本来この海洋深海は人間は愚か神や海王ですら足を踏み入れることのできない聖域なのだぞ。そうなんですか。うん、その服装この聖域にはふさわしくないな。え、すごい、お似合いですよ。いつもの服だ。そうですか。なんだか堅苦しいな。それではもう一度ここであなたにやっていただきたいことを説明します。地球でも言った通り、あなたにはこの海洋深海に伝わる最強の剣を使ってもらいます。Z ソードね。その名は Z ソード。誰も使ったことのない伝説の剣です。え、誰も使ったことがない？それってどういうことなんですか？実際に見ていただいた方が早いと思います。ご案内しますよ。ちょっと通常攻撃だけでダーブラと戦ってみようかな。ダーブラはもともと結構強いんで、レベル差があってもダメージ受けたりするからね。まあまあそれでも弱いには弱いか。通常だけでいけるね。あ、そうか、バビディが来るんだ。いや、ちょっと待って、強化されまくって強くなりすぎてるぞこいつ。おいおいおい、めちゃくちゃ減る。これ通常攻撃だけで勝つにはこれ難しいな。強化されるから強すぎる。待て、あー強っ。